今日のイカれた偉人は越後の龍上杉謙信。越後を統一し、また他国が武田信玄へ塩の輸出を禁止した際には、私の国からいくらでも定価で輸入するといいと信玄に手紙を送っておりました。そんな謙信は生涯結婚しておらず、後継ぎ候補として景勝と景虎を養子にします。しかし後継ぎ候補がいたにもかかわらず、どちらを後継ぎにするかは決めないまま49歳の時に急死。そして景勝と景虎は泥沼の内乱の末、景勝が勝利しますが、もうその頃には越後はボロボロだったと言われています。上杉謙信は越後の龍、武田信玄は甲斐の虎、皆さんの異名は何ですか？ぜひ教えてください。イカれたコメントは次回の通常動画にて全て取り上げますので、覚悟しておいてください。ではまた。